する際に築地の移転反対派のおかみさんたちの心を捉えた演説の描写が印象的でした、うん、ね、ところが知事になって4年、はい、築地に市場機能を残す、築地を生かすという発言はもうあたかもなかったことのように進んでいる、うん、これはどうご覧になっていらっしゃるか。それでも小池さんの支持があるんですよね、うん、関係者関わった方々からは話が違うじゃないかというような声も聞きますが、実際いかがですか、石井さん。はい、私もあの築地おかみさん会の方々には、まあ、あの何人もの方にお会いして直にお話を何度も何度も伺ったんですけれども、まあ、大変誠実な方たちで、とても優しい方が多いんですよね。で、人を思いやるというそういうあの温かみのある方たちで、まあ、そういった方たちからすると、まあ、信じられないことが起こったという感じなんですね。あのまさかそんな大きな嘘をつかれるとは思わなかったと、おっしゃってました。あの時はっきり小池さんはその築地に残りたいというおかみさんたちに、あの戻れますよと、あのとにかく一回豊洲に移ってくださいと、その後5年経ったらあの戻れますから、戻れるようにしますから、戻る時には都がお手伝いをしますと、そこまで言ったんですね。これは公式に、あの公式な場で発言したんです。それを聞いておかみさんたちは、あの築地に戻れるならば、それなら一旦豊洲に行きますと、それで戻ってきますと。ところがあのその後都議選が終わったら、まあ、全くその約束をひっくり返してしまって、そんなことは言ってないと、私はそんなこと言ったことありませんと発言したんですね。それでもおかみさんたちはあのびっくりしてしまう。もう大勢が聞いてるのに、なんでそんなこと、そんな嘘を平気で言えるんだと、まあ、とても驚いていらっしゃって、まあ、なんて言うんでしょう、その裏切られ方っていうのは、まあ、涙ぐんで私におっしゃるんですけど、まあ、聞いてるだけで胸が痛むというか。そうですね。まあ、おかみさんたち、女の人が嘘をつくと思わなかったとかと、女性同士だから、とても親密な関係を築けたと思っていたっておっしゃいましたね。それがとても、また印象に残ってますね。女同士の連帯みたいなものが裏切られたというんでしょうか。いや、それだけに小池さんは、もしね、小池さんの方で思っていることが終わりなのであれば、はい、仲間のメディアだけじゃなくて、きちんと表に出てきて、なぜそういうふうに、まあ、変わったのかっていうことを本来であればご自身も説明するべきだし、今回の選挙戦を通じては、やはりその公約がですね、その掲げていたゼロの公約がほぼゼロ達成が、そういうことに対して厳しい追及も含めて会見では何でも答えますよ、それぐらいの姿勢を目指していただいてこそ、国家の財政に匹敵するこの大東京のトップにふさわしいんじゃないかという思いもありましたが、実際にそうしたことがなされないっていうのは、これ改めて小池さんのこれまでを検証してこられた石井さん、なぜ小池さんはそういう方であるのか、この源泉は何なんでしょうかね。そうですね、まあ、その小池さんに問題があることはもう疑いようがないと思うんですよね。そうやって平気で人を裏切ってしまう、嘘をついてしまう、公約を全然守ろうとしない。でもやっぱり一方で、やっぱりそれを許してしまう側の問題というのもあると思うんですね。まあ、一番はメディアですよね、はい、メディアがもっとちゃんと追及しなきゃいけないと思うんですよね。記者会見が開かれるわけですから、そこでちゃんと厳しく質問をして小池さんに問い立たさなきゃいけない。おかみさんたちは直接訴えたくても訴える場がなくてないわけですよね。そのなぜ約束破ったの。そしてメディアがそれを記者会見でちゃんと追及しなければいけないのに、まあ、その役割を果たさないんですよね、メディアのが。そしてまあ、大事なそういうことを聞かないと、当たり障りのないような、もっと言うと、まあ、大変失礼ですけど、くだらない質問をメディアの方が記者会見でするんですよね。まあ、単なる太鼓持ちですよね。はっきり言うと、マスク素敵ですねとか、そうなんです、もうこれから取材関係を継続させたいからなのか、それとも本当に怖いからなのか、なんかズバッときちんと検証するべきテーマを投げかけて、がっぷり四つで向かい合うということがなかなかない。ここはもう大きなメディアの責任だと思いますが、実際に92年、テレビ番組のニュースキャスターから、日本新党の公認候補として政界進出したのが小池百合子さん、ワールドビジネスサテライトのキャスターをされていらっしゃった。で、当時を振り返って、